まずはスマホアプリを立ち上げます。アルバムの新規作成を押します。作るテーマに合わせて最適なレイアウト方法を選びます。今回は撮りためた写真で作るを選びます。サイズとページ数を選びます。サイズの変更は後からできないのでご注意ください。表紙のデザインを選びます。表紙は後から変更することも可能ですので、とりあえず一つ選んで進んでみましょう。写真の範囲を選びます。作りたい期間だけを指定して、アプリにすべて最適な写真を選んでもらうこともできますが、事前に使いたい写真を一つのフォルダにまとめておくとスムーズです。フォルダで読み込んだ写真の中でさらに期間指定をすることもできます。必ず入れたい写真だけは自分で選べる、自分で選ぶ&残りはお任せがおすすめです。絶対に使いたいお気に入りの写真を何枚か選びましょう。あとはアプリが最適な写真を選んで自動でレイアウトしてくれます。まず最初のプレビューを自分好みにレイアウトされているか確認しましょう。読み込んだ写真を全部使ってレイアウトしたい場合は、お好み設定の中の読み込みしたすべての写真を使うを選ぶと全部の写真を使ってレイアウトされます。読み込んだ写真を全部使うので少しギュッとしたレイアウトになります。自分好みのレイアウトの設定をすることもできます。写真枚数を調整したり、人物写真と風景写真の比率を選んだり、主人公設定で兄弟別に設定変更して作ることもできます。プレビューを確認したら、ページの一覧画面で全ページを一度ざっくり確認しましょう。一覧画面ではページ移動、ページ入れ替え、ページ追加、ページ削除、背景デザインの変更ができます。まずは表紙の編集をしましょう。最初に使う写真とレイアウトと背景色を決めます。写真とタイトルを編集した後にレイアウト変更をすると設定がリセットされてしまうので、レイアウトを先に確定してから写真の編集とタイトルの入力をしましょう。タイトルとサブタイトルを入力します。フォントや色、サイズを変更できます。背表紙の文字も忘れずに編集しましょう。タイトルで入力した文字が自動で入力されますが、半角で数字を入れると縦書きのスタイルを選んだ時に数字が寝てしまうので注意しましょう。背表紙には数字や年数を入れることもできます。次に中ページの編集に進みます。タイトルページは自動で表紙に入力したタイトルが入ります。レイアウトの変更もできます。
中ページは編集する前に一度全ページの写真配置を確認しましょう。レイアウトされなかった写真を確認しておくと編集がスムーズです。写真の追加や削除をして最後のページまで写真の配置を決めましょう。写真を外す機能はページに残った写真枚数に合わせて自動で再レイアウトしてくれる方法と、写真を外した後レイアウトを維持したまま写真だけを外す方法があります。写真の追加は空いているコマがあればそこに自動で配置されます。レイアウトコマ数より写真数が増える場合は自動で再レイアウトされます。ページの写真配置が決まったらレイアウトを決めましょう。おしゃれなデザイン背景などもあるのでページのアクセントに選んでみるのもおすすめです。写真の入れ替えは簡単にできます。すべてのページの写真とレイアウトが決まったら、最後にスタンプやコメントでデコレーションしていきましょう。スタンプはカテゴリーごとに豊富に用意しています。サイズの変更なども簡単です。コメントも好きなフォントや色で入れてみましょう。最後に奥付けページの確認をします。レイアウトの変更も可能です。ページ一覧で全体の確認をして、最後にプレビューでしっかり確認しましょう。ご注文へのボタンを押して進みます。富士フイルムプリント&ギフトにログインしてカートに入れます。注文画面に従って注文を確定します。編集の途中で保存してパソコンや違うスマホから編集を再開することもできます。編集一覧で保存中のデータを選び、横にスワイプしてパソコンで編集を選びましょう。これで家族と共同で編集したり、空き時間に好きなデバイスで編集することができます。マルチデバイス機能を上手に使って効率よく編集して満足な一冊を完成させましょう。